停戦に来たのは久しぶりだがやっぱりいつ来ても騒がしいもんだね。動画の設定にて騒がしい音声は全てカットしてやったぜ。そんなゆっくり編集の裏事情を皆さんに伝えなくていいんだよ。てかさっきから霊夢の声がこっちまで聞こえてこないか？そうだな。ちょっと見に行ってみるか。あ、いたいた。お前パンチングマシーンで何してるんだ？あ、お前たちも来たのか。どうだ？お前たちも高スコアを目指して殴ってみないか？高スコア？何を言ってるんだ？あ、そうだったそうだった。霊夢にはファンパレのイベントクリアをお願いしてたんだった。イベントは速攻でクリアしたみたいだが、強敵バトルのスコアでいい結果が出てないようだ。あ、なるほどな。それであんなに殴ってるのか。呪術師反転。あかあ。まだまだ上を目指せそうだ。というわけで、今回の動画は強敵バトルで最高スコアを目指す、という内容の動画になります。前回のガチャ動画で手に入れた、ニシニアちゃんにも活躍してもらいましょう。それでは、レッツトライ。呪術廻戦、ファントムパレード。よっしゃ、早速ぶちかましてやんぜ。挑むのは一番上のベリーハードだな。挑むパーティーはいつもの超火力構成だったな。ああ、学長に7人。そして SSR 西宮と赤子城先生で挑みます。とりあえずこのパーティーでどれだけのスコアを出せるかやってみるかね。ぶっ飛ばしてやるぜー。うわ、大丈夫かな。そういえばこの呪霊はデバフ無効なんだよな。だからこそバフマシマシでやらないといけないんだ。手加減はしてあげるよ。とりあえず1ターン目はバフマシマシでやるか。授業を始めよう。みんな頑張って。決まっていきましょう。さて、楽しくなってきた。そんでもって2ターン目は赤子城先生は攻撃、それ以外はバフマシマシでやると。やっちゃっていいの。授業を始めよう。ぶっ飛ばしちゃって。決まっていきましょう。そう、このように一発で呪霊をダウンさせることができます。おお、これはなかなかにすごいな。そしてダウン中の3ターンは攻撃しまくるのがいいが、次の必殺のために強化に努めるとしよう。五条先生の必殺ゲージが溜まってれば即ぶっ放したいんだが、やはり7ターン撤退やら、相手呪霊の全開1ターンがあったりするから、どうしてもここで1ターン使ってしまうのだ。この戦闘パターンになるまで何度繰り返し戦いを続けたことやら、だからこそ、ハイスコアを目指すのだ。では、教育の時間だ。みんな頑張って。ここが踏ん張りどころです。そして、楽しくなってきた。さあ、五条先生の必殺ゲージも溜まったからここで一発ぶちかましちゃいましょう。果たしてどれぐらいの火力が出るかな。ここが踏ん張りどころです。ブスな少年、可愛く叩き直す。術式判定、赤。行こっか。イエーイ。約1000万のダメージ、まあまあの火力じゃないか。まだだ、まだ足りぬ。追撃だ。ダメージ量を増やすのだ。手加減はしてあげるよ。みんな頑張って。行くぞ、総力戦だ。これで払い切る。対象の7対3の点を弱点にする。私からは以上です。行くぞ、今です。そう焦るなよ。第2段階開始時に1500万ダメージか。まだまだ上を目指せそうだな。また同じ強化だ、バフだ。次のターンで最大火力をぶつけるんだ。それでどれぐらいの火力が出るのかな。回想残機を切らしてるから、あんまり火力が出ないかもな。さて、楽しくなってきた。さあ、いよいよお披露目だ。一挙かましてやんよ。片付けます。それじゃ、おしまいにしようか。では、教育の時間だ。ここが踏ん張りどころです。ブスな少年、可愛く叩き直す。術式判定、赤。行こっか。イエーイ。まあ、代表だからね。お、1795万ダメージか。なかなかいい結果なんじゃないか。ガリム、え、もっとたくさんのダメージを与えるんだ。あ、まだやるんですね。わかった、もう一戦行ってみようか。
今回は少しだけ配置と階層斬死を変更しました。よかろう。これで挑もうじゃないか。これで少しは変化があるといいのだが。邪魔よ。可愛くないもん。戦略及びターンごとの戦闘は変わらず一貫し。ああ、そうだ。同じでやっていく。これでどんだけダメージ量が増えるかのものだ。そうなると、動画的に見るべき次のポイントは呪霊をダウンさせた後になってくるわけだな。そうなってしまうな。まあのんびり見てくれ。おそらくそんなに時間はかからないと思うがな。このターンで呪霊をダウンさせるんだったかな。そうそう。五条先生のワンパンで一発なんだよな。決まっていきましょう。ぶっ飛ばしちゃって。さすが、自称最強の男だこと。さあ、いよいよこの動画の見せどころだぞ。まずは同じようにこのターンはバフをかけてっと。決まっていきましょう。ぶっ飛ばしちゃって。さて、楽しくなってきた。そしてこのターンで効果力のダメージを与えてやる。目をかっぽじってよーく見てやがれ。では、教育の時間だ。ここが踏ん張りどころです。ブスな少年、可愛く叩き直す。術式判定赤。行こっか。イエーイ。でもここまでは前回とそんなに変わらないな。まだだ、まだダウン中の攻撃は終わってない。さらにダメージ量を追加だ。舐められるのごめんなさい。手加減はしてあげるよ。みんな頑張って。行くぞ、総力戦だ。これで払い切る。対象の7対3の点を弱点にする。私からは以上です。行くぞ、今です。そう焦るなよ。お、すげえ。この段階で1667万ダメージ。これならさっきの戦闘よりかはダメージ量を稼げるな。さらなる高みを目指そうぞ。授業を始めよう。決まっていきましょう。ぶっ飛ばしちゃって。さて、楽しくなってきた。いよいよ終盤だな。どこまでダメージ量が出るかな。できてる。それじゃ、おしまいにしようか。では、教育の時間だ。ここが踏ん張りどころです。ブスな少年、可愛く叩き直す。術式判定赤。行こっか。イエーイ。まあ代表だからね。おお、1937万ダメージ。ハイスコア更新だ。ちょっとびっくりしたぜ。もしかしたら2000万ダメージも出せるかもな。どうしたんだ霊夢。固まったまま動かないが。2000万届かなかった。あ、それで固まってたのか。まあ今回はここまでだな。皆さんのハイスコアはどれぐらいになりましたか？よければコメントで教えてください。それじゃあ終わりにするぜ。またなー。